こんにちは、井上です。今日は値段を出すという効率化ということでお話ししようかと思います。このネット上に値段を出すって勇気がいることだと思うんですよね。じゃあその高いとお申し込みがないかもとか、高いと誰かから何か言われるかなとか、でそれ安ければ出しやすいと思うんですよ。出しやすいかどうかわかんないですけど、安いですよ、めちゃくちゃ安いですよって、お買い得ですよっていうのだとなんかちょっと出しやすいのかなと思うんですよね。で高いとちょっと出しにくいと、だからこの値段を出さないでお問い合わせがあってからその値段を話そうと、まあ、そういう戦略もありかなと思うんですけども、まあ効率は良くないですよね。で値段を出していないとやはり値段の問い合わせっていうのがあるわけですよね。で私も独立当初、まあ、独立当初から値段出してたんですけども、下げたり出したりっていうのをちょっと試してるんですよね。ここ数年と言いますか、10年ほどはずっと出してますけども、出した方がメリットがあるっていうのが分かってきたから、そうやってるんですけども、その値段を下げてるときって、まあこういう仕事をしてて、こういうことをお願いしたいんですけども、いくらですかと。で、いくらいくらですって返すと、だいたい返事がないと。まあ、私は、そんな安いですよって、まあ、実質的に安いと思ってます。実質的に自分の値段っていうのは安いと思ってますけども、その相対的に見ると、まあ、安くはないかなと思うわけですよね。で、その値段をお返しすると、まあ、大体返事がなかったり、またにしますとか、まあ、たまに1割ぐらいの方は、ちょっと値段が合わないんで、本当は頼みたいんですけども、控えさせていただきますということもありました。1割もいかないですよね。0.5% ぐらいは、そういうケースもありましたけども、まあ、そういうやりとりが発生するわけですよね。で、私はちょっとメンタル弱いんで、強い方ではないんで、お問い合わせに対して返信して帰ってこないと、やっぱちょっとへこむんですよね。別にそれで3日寝込むってことはないですけど、ちょっともやもやっとすると。で、そうするとそのモヤモヤが40分なり1時間なりあると、その時間もちょっと無駄になると。その仕事が進まないってことはないにしろ、ちょっと効率は落ちますよね。そういうことも考えると、じゃあ値段をボンと出しといた方がいいかなと思うんです。で、なおかつその値段を例えば1万円からってやってると、まあそれで、じゃあ1万円と思っていただいて来ていただきますけど、実は蓋を開けると、じゃあ3万円になります。このケースだと10万円ですと。まあ、そういう交渉になると。で、そうするとその交渉の時間もかかりますし、じゃあやっぱやめますという話にもなるし、まあ、やめますならまだいいですけども、なんか、高いなと思うんだけども、申し込んだ手前、もうしぶしぶ申し込む、そのままご依頼いただくっていうのも申し訳ないなと思うわけですよね。だから何々からっていう値段もつけないし、もう何円ということで出すように私はしています。まあ、その方が効率的なんですよね、お互い。じゃあ何円かと、あ、高っってなったら、もうそれでお申し込みがなくなりますし、で、それが、まあまあいいかなと思われたり、時には安いと、まあ、たまに安いですねっておっしゃっていただくこともあるんですけども、まあ、それはそれとして、まあ安いと思っていただくことも、思ってお申し込みいただくわけなんで、まあそれでも依頼が、そこで仕事が成立するわけですよね。で、そういった効果もあるんで、まあ、値段で出しておくのをお勧めしてます。まあ、それは、お客様のためでもありますし、まあ、よくその同業の方から見られたらとか、こんな高い値段取ってて言われたらどうしようとかっていうのは、まあ、それはそれで、その安くしてるのはご自身だったりもするんで、まあ、別にそれは関係ないかなと思うんですよね。同業を見て仕事してるわけじゃないんで、お客様を見て仕事してるわけなんで、もう値段はバシッと決めると。で、その値段をバシッと決めるっていうのが難しいっていうのは確かではあるんですよね。まあ、いろんなし、まあ、同じ仕事でもいろんな要素があるわけじゃないですか。めちゃくちゃ難しいとかですね。めちゃくちゃちょっと調べなきゃいけないとか、すごく手間がかかるとかですね。時間だったらまだいいんですけども、もう非常に、まあ、難易度が高いと言いますか、答えにくいと言いますか、なんかその内容によってはいろいろあるわけですよね。で、その、こちらの提供する価値によっても、値段って変わると思うんですよ。じゃあ今後、じゃあ今助かるものなのか、じゃあ今後1年にわたって影響があるものなのか、
一生使えるものなのかによって、それで値段を変えていると、じゃあ一生使える価値を提供したときに、じゃあそれちゃんと値付けできるかどうかですよね。じゃあ5600万円ですとかっていうので、それで請求ができるかどうかですよ。それでお支払いいただけるかどうかって話ですよね。だからなかなか難しいと。で、逆もしかりですよね。じゃあ10万円って言ったところで、じゃあ10万円の価値はなかったなということもあるかもしれませんと。だから それはもうある意味仕方ないかなと。正しい値付けっていうのをするのっていうのは仕方ないかなと。もちろんその値段以上のものを提供するっていうことを、まあ、目指すわけなんですけども、まあ、ある意味そこにあまり気にしてしまうと値段、値付けができないと。じゃあお問い合わせをいただいて、いろいろ、例えば1時間お話しして見積もりをして、それが正しい見積もりかどうかっていうのは何とも言えないですよね。でも どこかで決め打ちしなきゃいけないと。で、決めるのはご自身しかないっていうことでありますんで、まあ、値段はどこかで決めて、まあ、バシッと出しておくと、ネット上に出しておくというのがおすすめではあります。まあ、このホームページなりネットの上等手段としては無料なり安くで一度来ていただいて、お問い合わせ、ひとまずお問い合わせしていただいて、そこでアクセスしてっていうのが一つの方法ではあるんですけども、それはそれでやっぱり本当に手間がかかりますんで、私はやらないようにはしてはいます。で、それをやって、じゃあ10人のお問い合わせの中から1人制約するとなると、9人とのそのやり取りの時間ですとか面談の時間というのは無駄になりますよね。もちろんその9人の方にお申し込みいただくなく、10人に1人お申し込みいただければペイできるような単価の仕事だったり、そういった商品だったらいいんですけども、まあなかなかそういったものってないかなと。保険だったり生命保険だったり不動産だったらそういうこともあり得るかと思うんですけども、まあ、なかなかそういう金額の大きな商品っていうのはないかなと思いますんで、そう考えると、じゃあ10人中1人ではなくて1人中1人でいいかなと私は思うわけですよね。その1人中1人でいいかなと思うんであれば、もう値付けを、値段をもう出しておくと、ネット上に出しておいた方が、まあ、私はいいかなと思っているところです。で、ネット上の値段って別に変えてもいいと思うんですよね。変えてもよくて、あ、なんか今日から変えようと思ったら、まあ、パッと変えてもいいかなと思うんです。で、私もそうやってしれっと変えることはあります。その時の時価っていうところで。まあ、そこで値上げをしますとか、まあ、何か値下げをしましたとかっていうのを、極力言う必要もないかなと。で、ネット上で、まあ、その時見た時のその値段っていうことで、にしておけばいいかなと思ってはいます。まあ、これが、例えば、よく行くレストランで急に変わったりってなると、継続していくというようなところだと、整体だったりですが、美容院とかですね。まあ、それだったら、事前にちょうど 今後値上げしますんでっていう、値段改定しますんでって言わなきゃいけないですけど、ネット上ってその変えられるかなと、私は思うんですよね。実際変えてますんで。で、それで、変えてみて、その自分の値段を、自分が提供するメニューの値段をいろいろ探っていくと。でも申し込みが全くなくてもいけないですし、まあ、めちゃくちゃ多すぎてもいけないわけですよね。そのちょうどいいところっていうのを、ネット上の値付けで探っていくっていうこともできるかなと思うんです。で、気をつけたいのは値段を出すと。で、お申し込みが全くないというときに、値段だけを考えない。理由を値段だけにしないというのは大事ですよね。まあ、やっぱすぐ考えがちではあるんですよ。ああ、ちょっと高かったからかなと思って、じゃあ値下げしてしまうというのはあるんですけども、まあ、値段って大事な要素ではあって、出しておいた方がいいんですけども、その高いからっていう理由を先に考えると、もう値段しか工夫しなくなるんで、じゃあちょっとネット上の見栄え、見た目はどうかなと、ちょっと分かりにくかったかなとか、ちょっとメニューが多すぎたかなとか、まあそういうことから先に考えた方がいいかなと思います。値段をいじるのは、まあ、最後とまで言わないですけど、それを最初にしないと。じゃあ10万円で出して、あ、ちょっと、お申し込みがないな。じゃあ5万円にしてみよう。っていうのはやらない方が私はいいかなと思ってます。他にも改善すべきところっていうのはいろいろありますんで、メニューが多すぎるっていうのもやっぱりあるかなと思いますんで、どれかでお迷いになるっていうこともありますんで、まあ、そういったことをまず改善してみていただいて、で、
そのお客様に、ご依頼いただいたお客様に、まあ、ご依頼いただいた理由みたいなのも聞いてみるといいかなと思います。で、私はまあ聞いたり、アンケートをお願いしたりっていうのをやっていて、まあ、それをずっと続けて、今の形にちょっと改善はしてはきました。まあ、もちろんそのお申し込み実績なんかも見たりもしますし、で、もちろんですね、その空振りしたものもたくさんあります。じゃあこのコース作ってみようと、でそのコースの申し込みが全然なかったりとか、で今度はこっちを作ってみて、あこっちはお申し込みが結構あるなと、じゃあこうしようとか、でそうこうしてるうちに、まあ、どんな根付けをすればいいかっていうのが分かってはきますんで、その自分との対話もしくはお客様との対話の中から根付けするっていうのが大事かなと思います。よくですね、相場まあ、これぐらいだからって話あるんですけど、相場ってまあないって言ったらないですからね。正式な相場っていうことでもないですし、その業界だけの相場だったりもするんで、例えばセミナーだとですね、ちょっと聞いた話だと3000円じゃないと絶対人が来ないと、5000円にしてしまうとダメだって話があるんですけど、うちはそんなことないんですよね。3000円どころか10倍だったりもするんで、でも3000円で10人の方に来ていただきたいのか、3万円でお一人、2人なり、5人なりに来ていただきたいのか、なんかその戦略の方向性というのも考えなきゃいけないかなと思ってます。で、値段で、まあ、その値段を下げれば増えるっていうわけでもないですし、私も、その、じゃあ、無料セミナーというのもたまにするんですけども、じゃあ、有料のセミナーより、じゃあ、無料のセミナーだと100人に来ていただけるかっていうと、そうでもないんですよね。そうでもないですし、まあ実まあ、無料のセミナーも10人ぐらいで、有料のセミナーも10人ぐらいでって変わらないということもあるんで、まあ、値段以外の要素、その内容だったりもありますし、いろんな要素がありますんで、まずそこを考えてみて、改善していかれるといいかなと。ただ、とはいえ、値段は最初のうちに決めなきゃいけないんで、私は仮決めって呼んでるんですけど、ひとまずこれぐらいの値段でってポンと出してみて、で、ちょっと様子を見て、また違うものも出していくと。で、値段のパターンとしては、一つ出すと、まあ、それが空振ると終わりではありますんで、まあ、何種類か出しておくと。同じサービスでも、いや、こういうプランもあり、こういうプランもあり、こういうプランもあるということで、まあ、出しておくっていうのもいいかなと思います。で、そうすると、まあ、この3つプランがあって、この一番高いプランはお申し込みがなくても、中くらいのプランと一番安いプランが、それが、お申し込みがあれば、それはそれでいいわけじゃないですか。で、その中くらいだけがお申し込みがある場合もありますし、この3つ出しておくと、そこで、その中で選択していただけるんで、まあ、そういった値付けの仕方もあります。それも、そういった値付けの練習も、値付けしないと、値段をネット上に出さないと練習できないわけですよね。それを紙に書いて、じゃあいくらがいいかな、この値段ってやっても反応もわからないですし、まあ何の練習にもならないわけではありますよね。まあそうなると、やっぱりネット上に出して、で、その金額を動かしながら、内容を改善しながら、値付けの練習をしていくっていうのがいいんではないかなと。で、そうこうしていくうちに、結果的に、まあ効率的にはなりますんで、ぜひ値段をネット上に出してみていただければなと思います。最初は勇気がいるかと思いますけど、まあ、ちゃちゃっと打って、ポッと公開してしまえば出せますんで、それで出してみていただくと。で、値段をネットに出すと、まあ、ちょっと意識が変わるんですよね。この値段で出してるっていうので。それが全く出さないと、やっぱり何かしらその値段に逃げてしまうっていう、値付けから逃げてしまうということになるんで、いつまで経っても逃げられなく。うまくならなくなりますんで、ぜひ値段を外に出すというのを試してみていただければなと思います。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。